石原明ですと。石原明の経営のヒントプラスお届けします。温かいコーヒーを飲みながらやってますけど、ちょっとだけコーヒー飲みますね。はい、ということで今回から聞いた人はちょっとびっくりすると思いながらですね、いつも冒頭タイトルから収録していただけるんですが、僕は石原明がですね、ちょっと仕事の仕組みを変えてみようと思って異例の取り組みをトライアルも兼ねておりますと。でどうしてこういう状況になっているかご存知だと思いますが、その去年の年明けの2021年に突然びっくりするようなその世界に入ってしまいましてですね、なるべく打ち合わせして収録したいよねと思いながらこんな形になっていますが、なかなか面白い試みで決して悪くないなとびっくりしながらもですね、肉体からまあ離れてですね、ストレートに思考だけが相手に伝わればいいので、伝わる手段があるというところにいても収録できるんだなとものすごく感銘を受けました。温かいコーヒー飲みながらそんな風に考えておりますと。ちょっとコーヒー飲みますね。はい、ということで、では質問ですがお届けしたいと思います。今日はですね、こんにちは、ナビゲーターの福田紀子です。今日は第565回目をお届けします。講師は小島美希人社長です。よろしくお願いします。お願いします、小島です。では今日のご質問です。34歳の経営者の方です。いつも楽しみに聞いています。最近は特に小島社長のお話にとても刺激を受けています。質問ですが、物事の優先順位の付け方や考え方についてアドバイスいただけると幸いです。最近は雑務に追われて1日が終了してしまいますというご質問をいただきました。もうこれはね、質問としてはめちゃくちゃよくわかるっていう。そうですよね、はい。でこれ4つの軸で考えるっていう話をちょっとしたいんですけど、はい、これもまた本当にもう聞いてる方には申し訳なくて、この映像がないので、はい、ちょっとの紀子さんにだけ書いて説明をするんで、ちょっとうまくそれをちょっと説明を、ね、そうですね、補足をはい、していただきたいんですけど、はい、このまあ、縦軸と横軸で、はい、縦軸を重要、うん、で重要度合い、横軸を緊急っていう風にちょっと考えていただきたいんですね、はい、でこの4つにして、そうすると重要だし緊急っていうのと、はい、緊急ではないけど重要っていうのと、はい、緊急だけど重要じゃないっていうのと、緊急でもないし重要じゃないという4個になるという、はいはい、ちょっとこれをね、なんとかちょっと頭でイメージをぜひちょっとしていただきたいんですね、うん、縦が重要っていう軸で横が緊急っていうと4つの領域ができて、はいはい、マトリックスみたいな感じで、はい、こう4つのどこかに入りますよっていうね、イメージですね。でその中で、はい、自分が今やっているタスクが、はい、やってることがどこにあるものなのかっていうのは、やっぱり分類分けっていうのをこれ本当にする必要があって、はいはい、うんうんうん、でまずその分類分けをしないで、うん、もう全部自分でやろうっていう風になった瞬間にこれ崩壊するんですよ、うん、はい、でまず大事な、まず一番やらなきゃいけないことは、はい、重要度も低い、緊急度も低いっていうこの左下なんですよね、イメージで、はいはいはい、ここの作業を洗い出して、これをとにかく、まあ、後回しにする、やらないやめる、やらないやめる、もしくはもう後にする、緊急度も低いし重要度も低いんで、はいはい、っていうような、まずその分類分けをすることは重要 で、うん、でもう一個は、うん、この重要度は低いけど緊急度が高いっていうやつなんですよ、はい、この右下になるんですけど、はい、でこれをなんていうんですか、自分でやらなくていいタスクなんですよ、ほとんどの場合、これ例えば経営者の場合って、それを何とかして誰かにやらせる仕事っていうふうに、まあ分類するというか、やることを分類分けて、やらないこと、やるんだけど自分じゃなくてもいいこと、はい、自分じゃなくてできるはずのこと、はいはい、でそれを何とかして誰かに任せる工夫をするっていうことで、この重要度が低い左下と右下の部分を取っちゃうっていう作業をしない限り、これ絶対無理です。時間が足りないっていう風になっちゃうのは、そこに原因がある、はいはい、で特にそうですね、この方って経営者
経営者って書いてありましたね。はい、ですと多分、うん、本来は経営者がやらなきゃいけない仕事って最終的な判断とか未来にどういうことをやってるかやっていくかっていう戦略を考えたりすることなんですよ。はい、それ以外のことをやってるはずなんですよ。うん、はい、うん、で、もう実は事務の女の子女子がやるようなことも全部経費精算とか全部やってる、下手数やってるんですよ、そういうことも。はい、でそれって本当に やんなきゃいけないことですけど、絶対に自分がやんなきゃいけないことじゃないじゃないですか。なんで自分しかできないことと自分以外でもできることってまず分ける。で、はい、自分以外でもできることの中で本当にいらないことはもうやめる、うんうん、まず自分以外に本当に自分しかできないことって何なのかっていうことを洗い出すっていう作業をしないと、はい、まず会社が発展しないですよ。うん、だって経営者ってもう本当に最終的な例えば、組織があるんですよ。一般社員がやったことを、はい、それをまとめているのが課長なり部長なりじゃないですか。はい、でそれをまとめているのがある意味役員なんですよ。でそのが全部まとめたことの社長これでいいですかっていう最終判断が経営者がやることなんですよ。うん、最終判断なんですよ。うん、でそこ以外の仕事をやるっていうことは純粋に、なんていうんですかね、会社としてはそのお金の垂れ流しというか本来社長がやらなきゃいけないことやってないんで、うんうん、なんでもうその時点でこれ優先順位以前の話で会社が終わります。絶対成長しないですこれ。うん、今のそういう方っていうのは部下に仕事を任せられない社長って自分で言ってるようなもんなんですよ。でこれよく石原さんが本当に言ってたことなんですけど、はい、僕も、強烈に覚えてることも一個なんですけど、はい、小島くんさあと社長って現場から離れないとダメなんで、現場から離れて外に出ていろいろなビジネスチャンスをつかみに行くとか、いろんな社長以外に取れない情報を取りに行くっていうこと、あとそれによって最終的な経営判断をして会社をよりいい方向に持っていくっていうことは社長にしかできないんだから、だから社長って暇じゃないとダメだって石原さんが本当に言ってたのが、暇じゃなきゃダメだって言ってたんですよ。はい、なんでそれって、かなり抽象的な話言い方ですけど、よくよくそれを考えて実際の現場に落とし込んでみると、社長がやらなきゃいけないこと以外は全部やるなってことじゃなくて下に投げるってことだったと思うんですよ。うーん、はい、そうなんですよ。はい、で小島社長との、はい、重要で緊急なことは確かになんかすぐ動かなきゃみたいに思ったけど、はい、この左、上ですよね。はい、右上あ、ごめんなさい、右上、ね、重要で緊急、あり緊急であると右上ですよね。うん、はい、うん、重要だけど緊急度が低いものって、はい、なんかほったらかしにしてしまう傾向がある気がするんです。はい、ここはこれ右上は誰でもやりますよね。はい、本当に重要なんだから、うん、でしかも今やらなきゃいけないんですよ、うんうん、で今回のお話で僕が一番言いたいことは、この重要だけど緊急じゃないことの重要性なんです。はい、でここをみんなおろそかにするんですよ。はい、これなんでかっていうと、うん、その日に結果が出ないからなんですよ。あ、分かりにくいっていうか、こう、そうですね、はい、すぐ分からないっていう。でも会社の成長とか、これはお勤めの方でもそうですけど、自分のキャリアの成長にとって、どこで差がつくのかっていうと、左上のところなんですよ。緊急度は高い、重要度は高いけど緊急度が低いっていう、左上のところですよね。はい、本当にもう分かりづらくてね、僕の説明不足で、本来図で説明しなきゃいけないところをちょっと言葉だけで説明してるんであれなんですけど、はい、重要だけど緊急度が低いっていう、ここの勝負なんです、人生って。はい、はい、これ人生もそうだし仕事も全部そうなんですよ。はい、うん、ここのところをどれだけ意識するかなんですよ。でこれ特に重要なのは健康なんですよ。健康って本当そうじゃないですか。だってその日だったらコーラ飲んだら大丈夫じゃないですか。はい、じゃあでもこれ5年間毎日コーラ飲み続けたらどうなんですかとか、5年間毎日美味しいですけど、じゃあコンビニのスイーツ何個も食べたりとか、毎日ペヤングを食べてたら別に明日何もないですよね。はい、緊急性ないんですけど、はい、っていう話なんですよ。で特に健康っていうのがまずここでものすごいおそらく重要な量、考え方とか健康なんですけど、経営者の場合だとここってじゃあ何に当てはまるのかっていうと、はい、新卒を採用するための準備とか、その採用、いい人を採用するって考えたら会社の中って良くしとかないといい人って取れないわけですよ。はい、でその準備って今日じゃなくてもいいじゃないですかってなるんですよ。で新卒採用なんて3年生ぐらいの時に
内定を出してからインターンでやってもらってるのって1年2年がかりなんで、うん、今日準備することじゃないんです。それとか会社の仕組みかマニュアル化とか、はい、社員教育って、はい、あの今日いらないんですよ。でもめっちゃ重要じゃないですか、はい、でも今月もいらないんですよ。2つと今月やらなくても会社 の, あの売り上げには影響しないから、はい、でも1年2年で見ると劇的に影響するんですよ。なので伸びてる会社っていうのはこの左上のところをめちゃめちゃ頑張ってるんです。てかむしろ左上でしか会社って差がつかないですから。そうなんですよ。私はその企業さんに提供しているものが確かにまさにその左上のジャンルの部分、人材教育、社員教育、マニュアル化っていうところなので、あのこれだけなんかこう時代がね、なんかいろいろコロナ禍だったりとかすると、真っ先にカットされる部分みたいなイメージがあるんですけど、でもおそらくキコさんもあの、まあ、いろんな会社さんと関わってると分かると思うんですけど、はい、あのそういうあんまり売上が良くない時に、うん、逆にそこに力を入れてる会社って結果的に伸びるんですよ。絶対伸びるんです。すごく分かります。そこの予算カットしたら、はい、その年はやっぱり利益出ますよ。だって予算カットしてるんだから。でも翌年以降絶対にもう劇的に落ちますから。なのに何が問題か、ややこしいかというと、その会社社長は緊急性が高くて重要性が高いことはやってるわけですよ。ライバルと競合と同じだから分からないんですよ、はい、やってるからで、よりここを強くやるから、そうなんですよ。気づかないんですよ。で気づかないうちに会社が終わっていくんですよ。もうだからちょっと私も、改めてここが重要なんだよっていうところをお伝えするってこともしていかないといけないなって改めて思いました今。そうですね。で伝え方としては、はい、大事なんじゃなくて、会社はここでしか差がつかないっていうことをきちっと、本当にここでしか差がつかないですよ。本当に頑張ってる会社はどこの会社も重要度が高くて緊急度が高いと絶対やってるんですよ、はい、当たり前ですよね。当たり前ですね、はい、差つかないんですよ、うん、でも差がつくじゃないですか会社。はい、ってことはこの見えないところで差がついてる、この左上、はい、はい、なのでなるべく僕キコさんもそういう社長さんにもそこの重要性をあの、まあ、目で分かるようにというか、はい、あのお伝えすることができたら分かっていただけるのかな。それが分からない社長は本当に残念ですけど、僕も見ててもそうですけど無理です。でこれは会社員も同じです。お勤めしてる方もじゃあその左上って何なのかっていうと、もしかしたら文章力なのかもしれないし、はい、あのキコさんが言うそのプレゼン力かもしれないし、話し方かもしれないし、ロジカルシンキングかもしれないし、IT リテラシーの向上かもしれないです、はい、でもそれってじゃあ今日の業務にいらないじゃないですか。別に今日の業務だけだったらロジカルシンキングとかいらないですよね。もしくは話し方、ね、まあそれはそれで来月でいいからでなりますよね、うん、でもそれ来月でいいからってなったら、来月になったらまた来月でいいからでなって、もし下手と来年でいいからでなりますよね、うん、そうですね。そうなんですよ。これはお勤めしてる方も全部一緒です、はい、この左上をまず意識するってことです。そうですね、左上こそが差がつくっていう、うんはい、もう右上やらないと論外ですから。そうですね、そこはね、はい、そうなんです。やってて当たり前の部分ですからね、はい、なんで左上っていうことがまず大事なのは、自分にとっての左上が何かっていうことをきちっと書き出すと、はいはい、これはどんな方、それがお勤めの方、フリーランスの方、もう 何百人あの社員がいる経営者でも全部一緒です。はい、それをきちっと書き出して、それをどうしたらいいのかっていうことまで、まあ、落とし書き出しながらそのトゥードゥリストみたいな、はい、それを絶対にその重要性を忘れないようにして、うん、それを忘れたら終わるっていうぐらいまでちゃんと覚悟を決めて、はい、毎日を過ごす。で僕が一個前でお話しした時間割って話したと思うんですけど、はい、時間割の中に必ず1日の中に1個2個はその左上の緊急性は低いけど重要度が高いっていう項目を必ず入れる。だから時間割いいんですよ、うん、っていうふうに、まあ、うまくその前のお話も、ね、活用していただけたらなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日は第565回目をお届けしました。最後まで聞いていただいてありがとうございます。ということで、石原明ですけど、星が綺麗に見える場所からでもありながらですね、こんな回答をさせていただきたいと思います。ちょっと温かいコーヒーを飲みますね。次回もですね、楽しみに聞いていただければありがたいと思います。もう一回コーヒーを飲みますね。